先生、お元気ですか？先生と離れてもうどれくらいになるでしょうか。こっちはすっかり土地にも慣れて楽しくやっています。実は先生、今日お手紙をしたのは僕の周りでとんでもなく不思議な事件が起きたからです。こんな謎を解明できるのはやっぱり僕とレイトン先生しかいませんよね、多分。というわけで事件の詳しい資料を同封しておきました。先生と僕の新たな冒険の始まりですね。では先生のご到着待っています。お久しぶりです。早く乗ってください。ここにいてはまずいんです。教授と蒸気の新世界、さてどんな内容なのでしょうか。ルークがアメリカに旅立って、レイトンとルークが別れ別れになってから1年が過ぎていました。ルークからの手紙でレイトンはマダムの地アメリカスチームバイソンへの招待を受けるのでした。そこは万能蒸気機関によってロンドン以上の大きな発展を遂げた驚きの新世界だったのです。果たしてそこでどんな不思議な事件が起こったというのでしょうか。今回は謎を解けば解くほど街が発展するなんてことも起こりそうな予感がしますね。ロンドンでは謎解きの権威として有名なレイトン教授もアメリカでは無名の紳士となってしまいます。一方ルークはスチームバイソンの街で様々な謎を解決し、その評判により名探偵ルークと呼ばれる人気者。そんな二人を演じるのはレイトン教授役に大泉洋さん、新たなルーク役は今田美桜さんです。そして今回の謎開発はテレビなどでおなじみクイズノックが担当します。さて今回のレイトンとルークの冒険はどんなものになるのでしょうか。それはきっと皆さんの想像を超えるものになるでしょう。